桶狭間の戦いに勝利し、一躍天下争いに躍り出た織田信長は、天下布武を掲げ上洛を目指す。その一手として独立した三河の徳川家康と同盟、また近江の浅井長政には妹のお市を嫁がせた。さらに前室町将軍の弟足利義昭を擁して、妻濃姫の実家である斎藤家が治める美濃へ侵攻する。対する斎藤は畿内の諸勢力や大和の松永久秀と連合、信長の勢いを止めるべく稲葉山城で攻戦の構えを見せる。難攻不落の稲葉山城を舞台に行われる覇者決定戦。この戦で戦国のもう一つの星が輝きを放つ。織田の将、信長上洛戦。お市様のお越し入れも相なって、浅井家との同盟も滞りなし。これで美濃の斎藤、近畿の松永やっつけて、信長様が京に登りゃ天下に号令できるってもんだ。めでてえな。年家だな。ああ、常ならぬ乱世、故に常の情けや人の心は捨てねばならぬ。うぬの向こう、信長がうつけならば殺せ。はですが父上。もし信長がうつけでなければ、この刃父上に向けることになりましょう。常ならぬ乱世、故に心は捨てねばならない。あのお方が天下を滑るまでは。地獄が好きなの。いらっしゃいませ。御意のままに、俺の女神。おお、孫市、来てくれたか。孫市って、戦国最強の鉄砲傭兵、雑賀衆の棟梁、鉄砲の腕は神業っていう、あの雑賀孫市かよ。おっと、天下無双の色男って説明が抜けてるぜ。さ、信長様上洛の大事な戦、
手柄を立てたかったんじゃ。お前が来てくれりゃ百人力じゃ、孫一。いいってことや。それより戦が終わったらみんなで可愛子ちゃんのいる店に繰り出そうぜ。うひょー、もちろんじゃ。行く行く。の、俺は松がいるから、ちょっとそういうところには。なんじゃ、トシエ、付き合い悪いの。嫁さんなんぞ忘れてパーッと。誰を忘れるって？ぎ、ねね。反省しました。反省しました。もう、うちの人も孫一も。それに引き換え、トシエはいい子だね。俺は前だけの四男坊、別にでっかい望みもねえ。だけど、だからこそ松だけは幸せにしてんだ。わしだってネネを一等大事に思うとるで。ネネを幸せにするために。こうやってお前様と年家と孫一が仲良く笑ってる、そんなみんなの中にいられるだけで私は幸せだよ。斉藤、三好、六角、ここで反応だぜ。この戦場に集いしか、この好機逃すべからず、全て打ち破り一気に上洛する。この戦、猿に任せ。はは、必ずや手柄を立ててみせまする。わしゃ敵の命は攻めとない、心を攻める。孫一、あれ行くで、手伝ってくれ。おう、任せとけ秀吉。いよいよあの策のお披露目だな。雇い主さんのため妨害しちゃうぜ。スノマタに敵が来てるみたいだな。追っ払っとくか。これもダチのためだ。が勝つってわけさ。アウチ、ここは辛かるしかねえ。まあ最下衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。
男が勝つってわけさ。作り上げた手腕も素晴らしいが、何よりもこちらの繊維を折ったのが見事。さすが信長様の人の人材が揃っている。私も早く手柄を立てねば。楽しませ。兵は軌道なりってね。この隙に信長の首もらっとこっかな。さて、手はず通り策を実行する。敵の工作兵が妙な動きを見せて叩き潰してくれるわ。欲しいの？あの工作兵、さすがような動きをしとるわ。さて仕事だ。あっちゃ、やっぱり兵が伏せとったか。またモテちまうな。俺の見せ場だ。決まったな。ちゅうやつじゃな。黒田官兵衛とか言ったが、やるの？秀吉、私の策を看破するとはな。あの秀吉なる男を撃てば戦局は変わる。開門。小寺の軍師が出てきよったが、あの男はなんとか味方にできんかな。天に立てつき、世を乱す火種、消そう。信長は姫様が傷つくのを知ってて攻めてきた。やっぱ俺はあの男を好きになれないな。それに比べて、あの秀吉って人、一夜城で敵戦意をくじくなんて、やるじゃん。勝負あるじゃ。織田に下れ。仕方あるまい。激しく行くぜ。敵よ。しかもあの陰険ネクラ軍師を振幅させちゃったよ、あの人。いや、乗るね。建築といい、官兵衛の報復といい、金は織田に抗っても無駄か。今より我ら美濃三人衆、我へ味方する。開門。
この流れを作ったのも秀吉だね。余裕を見ろ、助出しに参上。決まったぞ、レウエ。斎藤達興はこもったままか。三の丸に火を放ち、炙り出せ。これほどと剣を抜かせないでほしいんだね。敵将ひれ伏したわ。斎藤はたやす。悲しいか、この。いいね。変わらない斎藤に価値はない。だから徹底的に壊す。そういうことでしょう。ならば、うぬの覚悟を示す。姫様は斎藤を攻めるだけでも苦しいはず。それを信長め。足利義明はこの大悪党の手の内にある。貴様が将軍候補に担いでいるお方だ。助けに来んとまずいんじゃないのか。開門。その挑発もろ
痛めた。行け、今こそ奴を討ち取る好機なり。さて仕事だ。一旦手を組んだだけ、指示をやめて。報酬はたんまりいただくの？いかん、信長様が敵陣に突っ込んどる。急ぎ周囲の敵を撃破するんじゃ。ねえだよ。欲しいの？もっと激しい方が良かったかしら。さて仕事だ。で、色男が勝つってわけさ。戦況を伺ってみたか。無価値、すべてとよせ。またモテちまうな。俺の見せ場だ。もっと欲しいの？これまでだ。煮るなり焼くなり好きにするがいもう天の支柱に収めたつもりか。信長、我が輩をさっさと殺せ。お主にも、お主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。ウヌの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみだ。